さあ、第1走者から間もなく第2走者へ。第1走者では越谷西高校大教練がリードするようです。越谷西高校は荒井さん。続いて第5レーン、千葉黎明高校第1走者、司会さん。神奈川の創業高校が第2位に上がります。先頭は越谷西、創業の一郎、第3位が新島学園、第4位に千葉黎明高校、奥田大志高校は第5位、先頭は越谷西、そして新島学園が上がります。越谷西高校は第3走者へバトン。そしてここで外側から新島学園が前にあります。先頭は3チームの熾烈な争い。先頭は創業高校神奈川、神奈川の第三走者は八ツ柳さん、創業新島学園越谷の順です。創業学園は第4走者、第2位に新島学園、新島学園は岩田さん、創業高校は佐藤さん、越谷西は宮野さん、創業高校、新島学園、越谷西、この順で間もなくあと 100m、 新島学園が外側から追い上げます。新島学園は1着の通り、そして第2位創業高校、第3位越谷西、